ね、水原くん。はい。あのさ、はい、交換したじゃん。オールタンですね。ね、オールタン。綺麗だね、これ。綺麗ですね。なんかベルト貼ってないね、これね。貼ってないですね。ね、貼ってないね。直ったんじゃないですか。ちょ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 。あのさ、俺さ、10時間ぐらいさ、ずっとベルト貼っとったんだよね。これさ、取り付けさ、10分なんだ。普通、本来ならです、ね。うん、10分なんだ。んで、もうベルト貼ってなんだかんだしても、もう30分ぐらいで終わってんだ。そうですね。うん。ねえ、おかしいね。おかしいですね。ねえ、何これ。これ何、何これ。これ何これ。なんすその時に。お、まあね、オートテンショナーだよ。これはぶっかけてるからさ、俺10時間もずっとやってたんだよ。10時間もベルト張りっぱなしですか。そうだよ。ずっとやってたんだよ、10時間は。でも分かってよかったじゃないですか。分かってよかったけどさ、俺これ一生懸命動画撮ってたんだよ。なかなかベルト張れるんだって俺途中断念したんだよ、一回。これなんだよ、これ。これ。10時間無駄足でしたね。まあね、あの来てね、2時間ぐらい頑張ってくれたもんね、だってね。そうですね。ね、そうだね。一緒になって頑張ってたけど、結局こういう風だったからね。そりゃあ、はまらんすね。はまらんね。はまらんね。余分な出費っす。まあ、水原くん余分な出費だね。余分な出費。うん、余分な出費だね。そうだね。まあ、明日休みなんで、とりあえずちょっと明日ちょっと部品屋さん電話して、はい、発注かけといて、木曜日ね、またやるんでね。はい。こいつまあ、週末には乗れるってことですね。まあ、週末には乗れるかな。お願いしまーす。はい。はい。テンシュラプーリーと、ね、テンシュラ、はい。変えますんで。はい。オルタパス変えて、ベルト変えて。そうそうそう。だから俺、そのせいでさ、ベルト1本、ダメにしたからね。それは、社長に言ってください。まあ、まあね、まあね。まあ、とりあえず、まあ、そんなこんなで、はい。ちょっと木曜日、俺頑張るんで、また。はい。僕は最初の中が寂しくなりそうです。まあそんなことなんで、もう今ね、もう10時過ぎてんだ。ね。そうっすね。ね。ね。アイシスの整備性が悪いこと。本当だよ。本当だよ。俺、同じエンジンさ、前の日にやってるけどさ、こんなことなかったけどね。幅が違うんじゃないですか。まあね、そうだね。まあそんな、なんだこと言うもしょうがないからね。まあよかった。原因見つかって。ね。うん。晴れない原因が。快適に乗れればそれでいいっす。あ、そうだね。うん。あ、そんなことないで。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。これ、なんだろう。別にサブチャンネルないけど、サブだね。番外編だね。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。